ラモンフローレスは、ベネズエラバリナス州バリナス出身のプロ野球選手。独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックス、所属。2008年7月4日にニューヨークヤンキースと契約。2009年は、ルーキー級、ドミニカンサマーリーグヤンキースにやルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキースでプレー。2010年は、A 級タンパヤンキースに昇格。その後ガルフコーストリーグでプレーし、 AQ チャールストンリバードックスでもプレーした。2011年は AQ チャールストンでプレー2012年は AQ タンパー9月からは AAQ トレントンサンダーでプレーした。11月20日に40人ワーク入りを果たした。2013年は AQ トレントンでプレー136試合に出場し、打率260.6本塁打55打点。 7盗塁だった。2014年3月18日に、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリレールライダースへ移動。6月に足首を故障し、長期離脱を余儀なくされた。その後、ルーキー級、ガルフコースとリーグのヤンキース1及びヤンキース2で、稽古試合にリハビリ出場した。トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリでは63試合に出場し、打率。 247.7本類が23打点3盗塁だった。2015年5月29日にメジャー初昇格を果たし、翌30日のオークランドアスレチックス戦でデビューした。ヤンキースで12試合に出場し、打率219無失策 d r s にという公主成績を残した。7月30日にダスティン・アクリートのトレードで、 ホセラミレスと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。マリナーズ移籍後はメジャーで試合に出場しなかった。11月20日にルイス・サーディナスとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2016年は104試合に出場したが、8月19日にリーフとなり、24日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級コロラドスプリングス・スカイソックスへ配属された。 オフの11月7日に FA となった。11月17日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2017年は開幕から参加の AAA 級ソルトレイクビーズでプレーし、8月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月4日に DF となり、8月7日に40人枠から外れる形で、 トリプル A 級ソルトレークに降格した。10月2日に FA となった。2018年1月9日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月4日に自由契約となり、6日に独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約した。2019年も サマセットペイトリオッツと契約し、83試合出場、打率、308,6本類四47打点、10盗塁の好成績を残した。8月1日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。ツインズでは、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで30試合に出場し、打率、308,3本類打、17打点、2盗塁の成績を残した。 2020年11月2日に FA となった。2021年2月17日にワシントン・ラショナルズとマイナー契約を結んだが、トリプル A 級、A 級でともに打率1割台と成績は振るわず、7月20日に自由契約となった。7月23日にアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した。ありがとうございます。